名護市長選には基地受け入れに反対する新人稲嶺進氏と容認派で2期目を狙う現職島袋義和氏が立候補しています。鳩山政権の最大の懸案である普天間基地移設問題、その行方を左右する地元では、運動場の周りにフェンスがずっと張り巡らされているんですが、もうそのすぐ向こう側が普天間基地だということなんですね。普天間飛行場と隣接する普天間第二小学校はヘリ墜落事故などの危険に悩まされ続けてきました。普天間第二小学校の近くからこの基地がですね、目の前の基地が一時でも早く移設されるように願っています。一方、現行計画で移設予定地となっているキャンプシュワブの付近では、辺野古に基地ノーという主張を当選させたいということで全国に呼びかけて、毎日何十名かずつ支援に来てるんです。基地の移設には反対ですか？自分は、反対ではないですね。もし基地が、こうやって辺野古に来た際には、代わりといってはなんですけど、養殖業とかそういったのを補助金でですねできたらいいなと思ってるんですよ。名護市長選挙はあさって投票、即日開票されます。